皆さんこんにちは、リテラミリタの武部です。今日はですね、くぐるという動作を使って股関節の動き、そして前屈をした時の柔軟性ですね、これを一瞬で高めていく方法を紹介していきたいと思います。くぐるという動作は子供の頃はね、よくしたもんなんです。かくれんぼをしたりとか鬼ごっこをしたりとか、そういう遊びの中で椅子の下に隠れたりとか、鬼から逃げてる時に机の下をこうくぐり抜けて逃げたりとか、まあそういうね、遊びの中でくぐる動作はたくさんしたんですけども、大人になって考えてみてください。最近くぐったことありますか？なかなかね、くぐることってないんですよ。ただそのくぐり動作がいかに大切かっていうのを、今日のね動画を見ていただいたらわかると思います。今日はまず今の股関節の動きを自分で確かめてもらう、そして前屈をしてもらって、まあどれぐらいですね、手がつくのか指先がつくのか、自分の柔軟性を確認してもらって、そしてね、くぐる動作っていうのを何回か繰り返してやってみましょう。そしてその後どれぐらい変化があるかっていうのを実感していただきたいと思います。なぜくぐる動作でそういう動きが改善していくかというと、やはりくぐる時は股関節をしっかりと柔らかく使わないといけないですし、あと背骨です。背骨もガチガチのね、まっすぐの背骨じゃなかなかくぐるという動作は難しくて、やはり背骨をこう柔らかくね、しなやかに使えるということが重要になるんです。それをくぐると、まあ、強制されるというか、自動的に使わざるを得ない状況になるので、しっかりとそういう部分ですね、普段動かさない部分が動いてくるというふうになります。はい、では早速今の自分の股関節の状態、そして前屈をした時の状態というのを確かめてみましょう。はい、股関節の動き、自分でね、股関節をこう回してもらいます。どれぐらいスムーズに回るかっていうのを確認しましょう。その場でやるのがちょっと不安だなという方は、少し壁とかね、何か物に手をついて安全にねやるようにしてください。両足ね、確かめてもらいます。タイムいきましょう。だいたいこの感覚を自分で覚えてもらいます。そしてその後前屈ですね。前屈でだいたいどれぐらい指先がつくかですね、これを確認していきます。だいたい私の場合はこれぐらいです。はい、では早速くぐっていきたいと思うんですが、今日はね、椅子、机の代わりにちょっとこのバーを用意しました。もちろんね、この椅子でもいいんですけども、こっちに椅子があるんですが、これねちょっと低すぎるんですよね。私が通るにはかなりきついので、まあ、もう少し高いものを選びました。皆さん家にあるね、何か椅子とか机とかでやってもらえたらいいと思います。はい、ではくぐり方ですが、くぐり方はねもう自由でいいんですが、まあ横とか前を向いてくぐったりとか、いろんなくぐり方があると思うので、まあ今日はね3つのパターンを使いながらやっていきたいと思います。3つのパターンでそれぞれ1回ずつ往復して、合計3往復ですね、くぐって戻ってきてっていうのを3回やりたいと思います。それでどれぐらい変わるかね、ちょっとやってみましょう。はい、ではまず横向きになってですね、こうくぐっていきます。くぐっていきます。だってなかなかねくぐる機会がないので、こういう感じですね。次は膝をついてくぐってみましょうか。立って立って、はい、では次前からくぐってみましょう。背中が当たらないように、こういう感じですね。ちょっと当たりましたね。難しいですね、大人になってからくぐるっていうのは。さあ、ではここからですね、先ほどと同じように股関節回しています。本当にね3回往復しただけで、まあ、実感としてはね少しスムーズになった感じが出ます。はい、前屈してみましょう。お、先ほどよりは伸び感ちょっとありますね。ちょっと柔らかくなってる気がします。今日はもう本当に簡単にということで3回ね、いろんな形でちょっと往復しただけなんですが、これをねもう少し10回ぐらいね往復してもらうと、より効果が感じられると思います。やはり大人になってくるといろんな動作極力ねしなくなっています。なので子供の遊んでいる姿を見て、それをね真似てみる、そうすることで体の本来動かすべきところが動いて、安定すべきところが安定してというふうに体も適応してきますので、ぜひねトレーニングだけではなくて、いろんな遊びも取り入れて、まあ、特に子供の動作が参考になると思うんですけども、いろんな動作、立つ、飛ぶ、しゃがむ、くぐるですね、いろんな動作やってみてください。必ず体にいい変化が起きると思います。
このチャンネルではトレーニングに関する情報、そして私のクライアントからいただいた体に関するお悩み相談に対して、いつもどのようにね私が指導しているかをこのチャンネルで配信しています。今日の内容が良かった、あ、そんなこと知らなかったという方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。